NHK 記者の佐渡美和さん、当時31歳、が2013年に過労死した問題を受け、働き方改革を進めている NHK が、来年1月7日に始まる大河ドラマ、西郷、瀬語、ドンの話数を減らす方針であることが、29日分かった。当初発表していた50回の放送枠に変更はないが、ドラマ自体の話数を減らし、関連番組を数回放送するという。関連番組の制作を委託された NHK エンタープライズの板野裕二社長が、同日の定例記者会見で明らかにした。制作する話数を削減し、職員の負担を軽減する狙いとみられる。NHK は来月、正式発表する。また、NHK は同日、2019年放送の大河ドラマ、イダテン東京オリンピック話、話、チルダ、で、ナビゲーターも兼ねる古今亭新章役にビートたけしさん、70、を起用すると発表した。同作は全47回の予定。